コアキン・ロドリーゴが1939年に作曲したギター競争曲。1940年11月9日に、レヒーノ・サインス・デラ・マーサのギター、セサール・メンドー・サ・ラ・サーリエの指揮、バルセラナ・フィル・ハーモニー管弦楽団により、バルセラナにて初演された。この曲の第二楽章はその哀愁をたたえた美しい、旋律から広く知られている。古典以来の一般的な競争曲は、 1> 第1楽章が最も長いものであるが、この作品は感情楽章である第2楽章が最も長い。ロドリーゴはスペインのことアランフェスが作曲当時のスペイン内戦で被害を受けたことからスペインとアランフェスの平和への思いを込めて作曲したと言われている。第2楽章については病によって重体となった妻や失った初めての子供に対する 神への祈りが込められているとも言われている。第1楽章の主題は、1978年作のギター曲トリプティコの第3曲スケルツィーノに転用されている。第2楽章は、ポピュラークラシックとして編曲されるなど、広く知られており、ギル・エヴァンスの編曲を得て1959年に演奏されたトランペット奏者、マイルス・デイビスのアルバム、 スケッチオブスペインのバージョンは有名である。ジャズ界では他に、モダンジャズカルテット、ジムホールや、マンハッタンジャズクイーンテッドも取り上げた。また、チックコリアは、自身の楽曲、スペインのイントロに、第二楽章のフレーズを用いている。キーボンタンペリがフランス語の歌詞をつけ、恋のアランフェス、我が心のアランフェスと名付けた。第三楽章は、スペインの平和を願って作られたものである。 ギター競争曲全般について言えることであるが、クラシックギターの音量が小さいことからオーケストラが音のバランスに苦労することでも知られる。このため、オーケストラの音量を下げたり、ギターにマイクロフォーンを置くこともある。なお、本作には、独奏楽器をハープに置き換えた別校もあるが、取り上げられる機会はギター校に比較して、非常に少ない。独奏ギター、フルートに、大ーに、 クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、言語オブ全体として、簡素な処方で書かれており、フランシス・プーランクはこの作品を、一音の無駄もないと、評している。ありがとうございます。